今回はね、祝日ということで楽天モバイルネタ、豪華2本立てでやっていこうかなと思います。まあ、ちょっとね、豪華かはわからないんですけれど、1本目に関しては楽天モバイルがね、ずっと公言していた人口カバー率に関してのお話。そして2本目に関しては、今の時代、こんなね、ステマみたいな記事出して大丈夫なのっていう、皆さんにしてほしいね、楽天モバイル記事がありましたので、それに関してお話していこうかなと思います。それではまず1つ目なんですけど、楽天モバイルの人口カバー率についてなんだけど、皆さんの地域、楽天回線使えていますかまあ、ルルカのね、住んでる地域、特にね、まあルルカが今住んでる場所、 に関しては楽天回線絶好調です以前も動画のようにさせてもらったんですけど、前までは10メガ前後しか出なかったんだけど、ここ最近ね、60メガ前後とか出て、まあ、かなり快適に利用することができています。そして静岡に関しては、楽天公式 Twitter でもね、公表されるレベルで人口カバー率が上がっていて、なんとね、静岡今ね、人口カバー率93%を超えてる感じになります。実際ルルカの使ってる感覚としても、もちろん使えない場所は結構あります。なんですけど、使える地域に関しては高速で利用することができて、楽天回線に関して使えるとこ増えてきたんだなって実感できるレベルになってきています。 そして、楽天モバイルとしては、夏頃までに人口カバー率96%まで持っていくっていうことで、まあ、ルルカの住んでる静岡が93%。これよりも快適に使える状態が全国に広がるっていう形になるんじゃないかなと思うんですけれど、この人口カバー率96%っていうのをずっと公言していたわけなんだけど、しれっと今回このね、夏頃っていう表記を消した。これが話題になっています。どういうことかというと、こちらなんですけれど、データ無制限で買える楽天回線エリアは、2021年に人口カバー率96%へ拡大予定っていう形になっています。はい。2021年内に人口可率 カバー率96%以前であれば夏頃までに人口カバー率96%だったんですけどしれっと夏頃の表記が消えましたもちろんね2021年内っていうのに関しては夏頃も入りますもちろんね入ってくるんでまあ、夏頃までに96%達成しちゃうのかもしれないんですけれどこのね消し方からすると明らかに夏頃に割り合わないから2021年内に変えたんじゃないかと思われても不思議ではないんじゃないかなと思いますこの辺に関して公式の発表がないので実際問題どうなのかっていうのはわからない部分あります普通にここの部分を変更する際にただバナーをねこういうに変 変更しただけの可能性はなきにしもあらずです。一応ね。ではあるんだけど、まあ、多分このタイミングで消してきたってことは夏頃までにね。間に合わなくなってしまったから変えたんじゃないかなって見方がまあ、かなりね。大半じゃないかなと思います。そして、一応さらにね。注意事項として、時期は世界的な半導体不足等により、基地局設備への影響等で変更となる場合があります。ということで、年内すらもね。危ういみたいな記載をされていますので、やはりここに関しては96%が無理だから変更したんじゃないかなっていう気がする。感じのね。表記に変わりました。この絵に関してまあ、多分ね。次の楽天モバイルの発表会とか何かある際に。 触れてくるとは思うんだだけど現状では重要なおお知知ららせせったりとか新着お知らせにもね表記されてい、なないいい状態ににっていてさらねねエリアマップです、ね、はい、こちらのでエリアマップもあるんだけど、エリアマップとかにもその辺に関して詳細が記載されていませんので、その辺の詳細に関してわかる方は現状ではいないと思うので、まあ次の発表会とかにならないとね、わからないことではあると思うんですけど、まあ実際問題ね、表記の方が変わりましたので、紹介のをさせてもらいました。という感じでね、お知らせ等では発表されなかったわけなんですけど、数日前にはね、確定リンクを使った音声、こちらに関しても不具合が出ていたんだけど、こちらもね、重要な お知らせだったりとか、新着お知らせに出してこなくて、まあ、その辺どうなの？って話をしたばかりで、今回さらにね。多分それよりも大きいことかな。ずっと言っていた人口カバー率の部分になってくるんで、じゃあの方が変更になったような感じなんですけど、発表の方がない楽天モバイルの利用者に対しての姿勢、ちょっとどうなのかな？プラスアルファにはなるんですけど、夏頃までというところで楽天モバイルさん実はね。メールアドレスの提供ってのも予定していて、こちらが2021年夏頃予定っていう風うに表記がされています。こちらの変更のはまだされていなくてまあ、現状絶賛ね。夏頃だと思うんですけど、まだメールアドレスの提供は受けてる方いないんじゃないかなと思います。 そののかそ他にもね、いろんな企業さんが夏頃までっていうね、言い方を使って提供を始する予定のサービスがあったりとかしますので、その辺とかに関してもね、一応夏頃っていうのがいつまでをね、指すのかわからないんですけど、最大でもどうでしょうかね、8月末 ?9 月まで入るのかなぐらいまでになっていますので、今後ね、この夏頃予定っていうのがどう変わっていくのか、注目していきたいかなと思います。何かあったらね、その都度動画のようにもしていこうかなと思います。まあそんな感じでね、1個目の人口カバレス96%で拡大予定っていうのが夏頃からね、 2021年以内になったってことをお話しさせてもらったんですけど2本目に関しては楽天の公式さんのねツイッター見ていたら、まあ、ちょっとね気になる記事があったんですよねそちらに関してお話していこうと思うんですけどはいこちらがねルルカが気になった記事になっています楽天モバイルさんの公式ツイートなんですけど知らないと損する楽天モバイルの魅力を山田優がキャッチ第2弾山田優さんに ジンジャーで楽天モバイルの魅力を紹介いただきました。ぜひご覧ください。ということで、ジンジャーっていう雑誌ネット媒体なのかわかんないんですけど、こちらの方で楽天モバイルの魅力に関して山田優さんが紹介してるっていうことで、どんなね、紹介をしているのか非常に気になりますよね。楽天モバイル好きとしては。っていうので、ちょっと確認をさせてもらったんだけど、まあ、こちらの記事に関してはね、概要欄の方に参考リンクとして貼らせてもらっていますので、そちらの方もぜひ見ていただきたいんですけど、内容なんだけど、山田優が楽天モバイルの魅力を実感、本当に生活変わりますよっていうところで、山田優さん楽天モバイル使ってるみたいです。 マジですかはい 本当かどうかわからないというか、まあ、すごいね、疑問が残る部分ではあるんですけれど、このね、記事の中で注目点なんだけど、山田優さんが多分言ったことになると思うんだけど、楽天モバイルならワンプランなので迷うことがないんです。月によってデータ利用量が変わるから、それに合わせて料金が決まるのがいいよね。どんなたくさん使っても3,278円と安すぎる。撮影の待ち時間に動画を見たり、ネットショッピングしても追加料金を気にせず使えるのが特に嬉しいです。私が大好きなポイ活もできるし、いいことづくめですよ。と言う。これ多分山田優さんの言うって意味だと思うんですけれど、皆さん いかがでしょうか,、はい、かめちゃくちゃ台本じゃねえかないぐらいな感じのコメントがね記載がされてるんだけど山田優さんマジですかわかんないですもちろん山田優さん撮影中の合間に動画を見たりネットショッピングするんじゃないかなと思うんですけれど私が大好きなポイカツって言うのかな、まあ、あとこの値段についても3278円気にせず使えて嬉しいんですよねとかこんなこと言うん、はい、<laughs> 言うみたいなまル、あ、ルかこの記事見てちょっと笑ってしまってここ最近ってやっぱそのステマとか結構さ問題になってるじゃないですか記事とか出す時に関してもなんかこう提供 今日とか受けてた場合って pr って書いたりとかして出すものだと思うんだけど。まあ、ルルカはこれ軽く見た限りでは楽天モバイルの提供みたいなことが記載されてないんですよね。記載されてない上でこんなに楽天モバイル内容っていうのを確実に捉えた上で一言でね。出せる女優さんが本当に存在するのか、まあ、非常に気になってしまって紹介のをさせてもらいました。皆さんどう思いますか？わかんないですけどね。山田優さんは実はルルカと同じように楽天モバイルが大好きで、めちゃくちゃこういうのに詳しくて、もうワンプランって言葉だったりとか、まあ、使い放題って言葉値段が安いっていうところだったりとかポイ活にも。 ってことをね知ってる可能性は、まあ、ゼロでは、もちろんないと思いますではないとは思うんですけれど、こんなに堂々とステマっぽい記事を書いて大丈夫なんですか楽天モバイルさん。そんなことしなくても楽天モバイルの素晴らしさ、ルル化してますっていう感じではなるんですけど、皆さんにもね、見て感想いただきたいなと思って紹介のをさせてもらいました。こちらの記事に関しては概要欄下のところに貼っときます。無料で見ることができますので、皆さんもぜひね、こちらの記事を読んで、ご意見を聞かせていただけたらなと思います。こんな感じでね、山田優さんが楽天モバイルに関して、まあ、完璧な解説をしてくれていたわけなんですけれど、まあ実際問題ね、 山田優さん、ポイ活にも興味があるということだったので、なんでね、ここに関してね、記事では触れられなかったのか。これを記事にしてしまうと、長くなりすぎるからかわかんないんですけど、楽天モバイルに関してはね、それこそ、ポイ活好きの人にはたまらないキャンペーンってものが開催されています。一番最初のね、一本目で話しさせてもらった、人口カバー率の件。要はね、楽天回線が使えない地域ってのも結構あるっていう話にはなってくるんだけど、まあそういう方、まあ実際に、ね、自分の住んでる地域で楽天が実際に使うことができるのか、試すために楽天モバイルとしては、そもそもね、3ヶ月間無料のキャンペーンをやっています。新規契約する際にもね、手数料かか,かりません。 やめる際にも縛りなどがなくやめることができますので、このね3ヶ月間無料キャンペーン使えば実際に自分の地域でねどんな感じで楽天回線使えるか試すことができますしその他にもねこれこそポイカツ好きにはたまんないんじゃないかなと思うんですけれど、ナンバーポータビリティで今使っているキャリアから移行することによって最大2万1000分のねポイント還元受けることができたりとか、iPhone と同時楽天モバイル契約することによって2万円分のポイント還元受けることができたりとか、Android 端末であればね最大2万5000分のポイント還元受けれたりとか、まあそれこそね実質ね1円で端末を購入することができるキャンペーンとか、まあいろんなキャン 壁が開催されています。まあ、楽天モバイルに関しては悪い点だったりとかまあ、ちょっとね。先ほどのステマギア服みたいなものもあったりとかするんだけど、実際ベースとしてね。楽天モバイル、まあ、今後の頑張ってほしいっていう部分も含めればルルカはね。今後もね推していきたいキャリアになっていますので、興味がある方はね。概要欄、下のところに楽天モバイルのリンク貼っときますので、こちらから楽天モバイルに関して見てみてください。まあ、今後もね。楽天モバイル関係に関しては何かねニュースがありましたら動画にしてね。紹介していきまして、その他ね。キャリアさんの新しい料金プランとかね格安 s i の話とか出てきたらそちらに関しての動画も上げていきますので、よろしければチャンネル登録。いい コメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。皆さん祝日楽しんでください。